北上は、海上自衛隊の護衛艦、椅子図型護衛艦の三番艦。艦名は、北上川に由来し、この名を受け継いだ。日本の艦艇としては、旧海軍の熊型軽樹2王艦、北上に続き2代目にあたる。北上は、第一次防衛力整備計画に基づく昭和35年度計画を継がた。 警備官1213号艦として、石川島張間重工業東京工場で1962年7月7日に寄港され、1963年6月21日に浸水、1964年2月27日に収益し、同日付で、第3護衛隊軍令下に新編された第32護衛隊に、大井と共に編入され、大港に配備された。 本艦は1、2番艦と並走が異なり海上、自衛隊の艦艇として初めてボフォースロケット発射機、および3連装単魚雷発射艦が装備された。1968年10月、艦尾の爆雷投下機場および爆雷投射機が撤去され、VDS が装備された。1968年12月16日、第32護衛隊が、 大港地方隊霊下に編成がえ。1990年1月31日、第32号衛隊が廃止となり、特務官に種別変更され、艦籍番号が ASU-7016 に変更。大港地方隊に直轄艦として編入。なお、特務官への改造工事で長魚雷発射艦が撤去されている。 1993年11月16日、除籍。収益中の総工程は63万3300回りに、達し、地球、約29.7周分。翌年岡山県岡山市で解体された。ニュースフラッシュ、世界の感染第488号、解任者。1994年11月、122ページ。ありがとうございます。